はい、マシマシチンパンジーということでね、今日も、始めていきたいと思います。マシマシチンパンジー、今日はですね、また、マシマシというのはですね、ある業界では何かをプラスするという意味で使われているようですね。今日もチンパンジーに何かをですね、マシマシしていきたいというふうに思います。そして今日、マシマシするのはですね、こちら V マシマシというふうになってますね。一体 V をマシマシするというのはですね、どういうことをしていったのか、それでは今日もね、ご覧ください。どうぞ。V マシマシと言いましてもね、V というのもこれは漁師さんなんかがね、漁業なんかで使ってる、V っていうことですね。それをですね、こういった穴なんか開けたりしてですね、中に餌なんか入れたりしてですね、これを十何個、まずは室内に置いてきましたね。そしたら、どういう風になったんでしょうか。そしたら次のどうなったをご覧ください。はい、これ奥の方で食べてるのはね、かずみさんですね。こうやって V の中に餌が隠してあってね、中から取る仕組みになってます。あ、これ手前はですね、あっこさんが食べてますね。こうやってあっこさんは、片手しかないというハンディキャップを負ってますけどもね、ある意味こうやって、ちょっと弱い個体も、V で遊べる、食べれるようにですね、V が室内に十何個も、散りばめられていますね。こうやって次来たのは竜ですね。竜はドサドサと食べて、出ましたね。いっぱい出ましたね。こういったものが、ちょっとでもね、暇な時間を使うようにというふうになってますね。はい、またまたこっちはあきこさんの方ですね。これちょっと難しい部位ですね。あの穴がね、開いてる場所が一つ一つ違いまして、これちょっと上の方に開いてたりするんでね、あきこさんはちょっとこれ取りづらいかもしれないですよね。その他のところではこうやって、竜と力がね、ちょっと中身見せてちょうだいよというふうに言ったりしてますね。ほら、こうやって食べてますね。これは本当にいろんなところに部位があるんで、おのおのこうやって部位でできるというふうになってますね。はい、今日はですね、V がね、部屋の中にいっぱい足されてましたね。皆さんもね、一度 V がどんなとこにあるのか、何個あるのかね、1,2,3,4,5,6 といっぱいありますんでね、夕方日中ね、チンパンジーたちが、どういうふうにその V を触ってね、遊んだり餌を取るのか、またね、皆さんも見に来てくださいね。引き続きマシマシは続きますね。はい、今日はこの辺りで、さよなら。